ナビちゃんも、おっくんも、いさこんにちは。今日も一日お疲れ様です。たかきさん、たくにさん、皆さん、こんばんはです。ちょっと、ラジオ配信やけど、許してくださいな。うん。ラジオです。皆さん、こんばんは。了解。ありがとう。ラジオ。そう、ラジオ。洗濯終わるまで寝れません。夜に洗濯機を回してしまうとそうなるんですよね。わかります。寝れませんが始まる。 OK、 ありがとう。グーニーさん、レベルアップナイス、ありがとうございます。ウィエ君、カズさん、こんばんは。許しますって許してもらった。ドラッピさんが許してくれたわ。ただいま帰宅しました。おかえり、おかえり、ゆき、いたたたたたた、よいしょ。アイロンをかける幸せ。アイロン幸せなの？アイロン好きなんですか？アイロン幸せタイプ？珍しい。アイロンね、嫌な人多いのに、この世界に。綺麗になるのは嬉しいけどね。よいしょ。かわりゆき、なんかご飯食べてた？ラガットさん、こんばんは。ハロウィンはスペイン風でやるの？ハロウィン、スペインはハロウィンっていう、ハロウィンはアメリカみたいにはしないですね。ゆきさん、こんばんは。今日も無事に終わりました。お疲れ様です。ゆきさん、さきさん、パラビアップナイス、ハートもありがとう。あ、シワをピンとするのが好きなんや。へえ、素敵やない、いいじゃないですか、素敵。ライブストレージ256度、ピンか。ライブストレージってそんな、でも、分からへん、私マジで分からへんけど、iPhone500 なんぼやのにいいのかな。ブーイングされた気がします。ブーブー、甲子園の場合、先生、先生、言い方、ライブ、あ、最後のバーサンさん、大阪ラストなのや。ラグオットさん、お疲れ様、ありがとうございます。ライブストレージはテラでしょ、だってライブストレージはやっぱテラいるんですか。テラ、だいぶだいぶっすね、それは大量。テラが今の iPad 65、あ、12月2日で解散なの。あっちゅう間や、そりゃ、それはそれはそれはあっという間ですね。タボーラー、セルトブさん、お疲れ。テラじゃなきゃベタ、ベタや、ベタじゃなかった。 iPhone にテラが好き、 iPhone にテラが好きってどういうこと？テラ、テラ欲しいっすね。 iPhone、 iPhone テラもあったらもうなんか困ることないんやろうな。わ、特保追加ありがとうございます。2分枠も完売しました、だって。やったー、ありがとうございます。よいしょー、乾杯、よいしょー。ヒロカンさんもかわいい、ありがとう。ギャラクシー、あ、モバイルバッテリー入れなかった。そんなに電池持つんすか。ピタッ、玉ねぎさん、だるまさん、ありがとう。30万やば、あ、怪しいものが来た。私、ミリクの子、先輩後輩、同じタイミングじゃなかったら先輩後輩ってなんか分かりにくいですよね。でも学校とかみたいな感じで、レーシックと同じぐらい。待って、レーシックめっちゃお金払ったやん私。逆にね。今日もお疲れ様でした、クミンナコシさん、ともちゃん、ハートありがとうございます。テラ高いのよ、ともちゃん、パーレバップです。
ヨウさん、それは厳しいです。だってビルカズもカタカナがすごい。 iPhone にお寺があるんだよ。ユキミに流せポポもないし、ありがとうございます。ポポポポ、あ、そうなんですね。ピロカンさん、ズカさんの自主に高いという言葉はない。寺だと10分は抱える、高払ったお金。なんかポイントつかないの？クレジットカードで払ったから、一応クレカのマイルはつきます、ね、一応マイルはね、なんか飛行機のやつとかに使えるから、やつ飛行機になったりするじゃんマイルって。だからちょっとマシっちゃマシなんですけど、ないよりかは。野球の確かに同じ時期に再開しますと先輩後輩の前しから、あ、そうなんですか。野球部マイルめちゃくちゃ貯まるかな。そんな、でもそんななんかめっちゃってことでは。高いという言葉がなかったら iPhone 買うたる、 iPad 買うたるわやって。確かに、ありがとうございます。やった、やったじゃない、そういうことじゃない。36分よろしくお願いします。玉ねぎさん、いっぱい喋りましょう。わーい、嬉しいっす。言ってない、あれおかしいな。マイル使いは、あ、なにダジャレ。あ、そうなんですか、すごいピロカンさん。いろんな人がいますね、クラスには。なんかいいですね、そういうの素敵。ダンベルまで持ってくれる？先長いけど。この間誕生日終わったもんな。ダンベルまで持ったら逆に買ってくれるんすか？強すぎ。シンジさんこんばんは。ブオブッシーさん100回目の訪問ナイス。ありがとうございます。なぜでやった。と4枠はこれから申し込む方に。4枠埋まるかな。埋まりますように。え、毎日の配信来てる、すごい嬉しい。だってありがとう、嬉しい。私も来てくれて、私も嬉しい。よいしょ。クローゼットが閉まらない。結婚してありがとう。なんで結婚してないや。なんでや。なんでや。iPad 100、512。いくらすんの？やって。やばそう、高そう。基本聞きながら寝落ちもね、いいんですよ。なんかいいじゃん、寝落ちしてくれるの。なんかリラックスしてくれてる感じでおもろいじゃん。かきだって ICL とレシック選んだのどうしてですか？ですね、結構ね言ってるんですけど、私は ICL の方が怖かったからです。目の中にレンズ入れるっていう方がなんか怖く感じたからです。充電器買ってないですよ。壊れたって言ったやつ買ってない、捨てた今日1個。
コードケーブル。なるほど。そう、ちょっぴし怖くて、角膜削る方が怖いっていう人もいればね、どっちもあると思うから、一概にどっちがいいとはもちろんないんですけど、私的にはベーシックの方がなんか安いし、まだなんか怖さが少なかった、私はかな。どっちもさね、怖いには怖いけど、でも自分の中でこう踏み出しやすいもの何かあるもんね。ジャイアンさんこんばんは。角膜削りやりすぎで怖いなって気がするけど、そう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 、そういうのも思ったけど、でも逆に言うとやり直しされるのも嫌やなと思って私はマックスくんよりお高いの？マックスくん激高なのに、マックスくんよりお高いんすか？まあでも、もうパソコンみたいなもんですもんね、それぐらいの容量になってくると。ギャラクシーアプリ同時に使える機能ある、どういうこと？何しながら何するんですか、アプリ同時って。クニさん、ジャイアンさん、ポポナイス、ありがとうございます。よいしょ。欲しい、アップルのパソコンは新しいの欲しい。結構これ使ってて長いから本当に欲しいけど、まず免許を取った時点では今年はパソコン買うの無理やなと思って、でなのにレーシックをしたばかりに余計無理ですね。パソコンは買うのはちょっと目標ではあったけど、私は無理だな。よいしょ。出費半端ないっす、マジで。ラグアウトさん、ハートありがとうございます。ナイス。よいしょ。なんとかやってますよ。再来年くらいになりそう？どうやろう。どうしよっかな。迷いどころですね。あ、来年の夏にレーシックやる？夏にしますか？でもめっちゃ見える、本当に。なんかね、でもね、確かに自分の仕事とかの中でなんか休憩、お休みちゃんと取れる時の方が安心してできるかもしれない。冷静に、冷静じゃない、間違った、何、安静にできるし、特務にチップする価値はありまくりです。ありがとうございます。ありがとうね。下取りなしで14万。キヤキヤ。アップルの店舗、アップルに行っても下取りできるのかな。アップルで下取りするよりなんか中古で売った方が高いって聞いて、配信見ながらツイッター画面通しにできる、すごい、それはすごい。なんかあれですね、なんかじゃあさ、パソコン、あ、パソコンじゃない、配信見れちゃう。
オンラインでの仕事やってる風に見せて実は配信見てましたみたいな。あ、なるほど、ズカさんのところに下取りがないもんだって。なるほど、プレゼントしてくれる気満々じゃん、ズカさん。 iPad をパソコン代わりなんかね、 iPad もねパソコン代わりにと思うけど、でもやっぱりなんか主力強いのはパソコンやからさ、なんか iPad で送られてきた動画とかをダウンロードしようと思ったらやっぱりちょっと時間かかるのよね。パソコンやったら一瞬なものが、うん、そういうのってやっぱり主力力の強さの問題やからさ。クリプレはストレージにしてだって。ストレージ外付けのやつですか、クリスマスプレゼントでくれるの、ストレージ。新しいプレゼントすぎておもろくて嬉しい。明日はやっとメイクできるかな。通信の問題、いやいやいや、ちゃうねちゃうね、同じ場所でも同じ場所で同じ Wi-Fi でなる。うん、ひょっとしたら保存できるギガ数の問題の可能性もあるけど、うん、いやそれにしてもって感じ。パソコンの方が早いね、だって携帯の方が遅いし。携帯はなかなか、なかなかギガダウンロードできない。 Wi-Fi でもいろいろある、でも同じ場所におってやで。私の話をするとわかりますだって。そうなん、いやあれだよ、場所によって違うのはわかるけどさ、同じ場所で、ただ同じ家で、同じ私の家の部屋でやってても違うってこと？通信の問題？でもそれでね、パソコンの方が通じるんやったらそれはパソコンやからやなってなるし。ズックさん、お星様キラキラン、ありがとうございます、ありがとう。この配信は12時で終わりです。12時で配信は終わりますので、皆様あと5分でございます。あと5分したら私は目薬を5分したら目薬をささなければなりません。よいしょ、そうそうそう、知ってる知ってる。つかささんは多分出演されるんですけど、あとは全員キャストが違うんですよ。ティアムーンも今再演中かな。ちょっとストーリーは全く一緒じゃないと思うけど、ティアムーンで共演した子が多分アンコール出るわ。何の通信電波は他人に加えてることも、あ、それめっちゃわかる。今頑張っちゃうと特報もクリパも言えなくなるし、ズカさんいけるいける、ズカさんはいけるよ。謎の勇気づけ。やばい、アンコールのみちめっちゃ好きだったね。ありがとうございます、ありがとうございます、頑張っております。面白かったでしょ、いろんなえみちを
お見せできるようにね、日々挑戦中です。じゃあ、あ、やってるよね、声優さんめっちゃ可愛い。通信拾う時何台くらい1つと数えると分かる。なるほど、なるほど。あ、トシ君もう寝てるやん。ふわーん、また明日な。その挑戦を見続けます。見続けていてください。どうぞよろしくです。ってこと？ちゃう。違う。ヨーロッパ。あ、ポコポコのクローバーが復活したらしい。遊ばないと。遊ばないと。僕のクローバーが、ループしてる？電波悪いって話聞いてたら電波悪なった？ RC さんハートありがとうございます。チャスチャス、ビショップさんお花ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ハートナイス、 RC さんありがとう。どうもです。くるくるしてる？台本の読み込みかな？もう終わります配信。墓町さんこんばんは。やっぱし電波悪いんか、嫌になっちゃうな。何もしてないな。Wi-Fi 取ってみた。どうだろう。Wi-Fi 取ってみたけどどうでしょう。いけそう？最後のランキング読み上げだけでもね、ちょっとつながってほしかったから、なんか電波くるくるやったらしいんですけども、よいしょ、ちょっとどうでしょうかね。よし、じゃあランキング読みたいと思います。いきます。13位なべちゃん、13位、13位ロックさん、12位ピロカン様、11位ユキ、10位川崎の先生さん、9位ともっちさん、8位ドラッピさん、7位ジャイアンさん、6位三駅さん、5位 RC さん、4位ウーカメインの箱押しさん、3位ラゴータさん、2位玉ねぎさん、そして1位はズカさんでした。ありがとうございました。イエーイ、カトキさんおすみなさい、ドラッピさんダラムさんありがとう。レフレシックしてからWi-Fi は見えへんけどドラッピさんの様子は見えるで。キャストーカー、たまにさんお花ありがとうございます。ほんならね皆さん、またにー、たいくんまたにー。ありがとうございました。 RC 様ハートありがとう。したらまたに、バイバイ。お風呂入ってきまーす。行ってきまーす。